ど、ええー、けど、いや、どうなんやろ。まあ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 、もっちゃんにお任せしますよ、そら。ね。いやー、降ってないと思うねんけどね、俺は。まあ、いけるでしょ。怪しいけどな、雲怪しいけどな、雨降っちゃうな。しかし景色ええな。どないやねん。この辺の道ほんま走りやすいわ。飛んでるやけど。寒い。今からね、ちょっと飯食いに行こうか言うて、ちょっと海鮮でも食うみたいな感じになってきて行くんですけど、たどり着けんのかな。そんなんばっかり言うてない。ちゃんさ、通り過ぎたやと思ってん俺。さっき西町、もっちゃん、こっちやろ。西町って書いてあったやん。え？ね？やっぱりね、俺通り過ぎたやなと思ってん俺、もっちゃんなんか。そう思ったんですよ俺は。西町、いうところの信号で曲がらんとダメ、ここやったんですよ、ここ書いてあるんですよ。しらっと行ったから、えっと思って、ここなんか雰囲気ええとこやね。ここですぐ右に行かんとダメなんですよ。それはね、これを右ですよ多分俺思うね。これ右ちゃうかな、違うかな。多分戻ってくると思うから俺ここに来てるんですけど。いやもっちゃんさ、こっちちゃうかな。まあまあまあ別々でもええやんね。目的地さえついたら。俺が間違えてんのかな。俺が間違えてんのかな。いや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 、こっちやったと思うんですよ俺は。この辺やったと思うんですけど、ちょっと俺自信なくなってきたな。この辺左曲がったとかやったと思うんだけど、ちょっと地図今さ。はい、もうここの姉妹店ですね。わかりました、もうそっち行きますわ。今日はね、ここね、海鮮のお店がここあずきっていうねお店、ここに行こうと思ってたんですけど、どうもね前日までの予約で、これねこの辺すごく ややこしいんですよね。めちゃめちゃややこしくて、こっち一方通行で入れないんでね。目の前にあったの分からへんかったね。ここですよ、マリア。マリアさん、さっきのお店の姉妹店らしいよ。聞いてましたね。うん、めっちゃいい天気やん。もうさっきちょっとパラッと降ってたでしょ。降ってた？知らん、俺全然気づかなかったけど、洗濯機入った瞬間に、あ、そう、俺もう無我夢中やったもん。早くしてよ、間違ってる。そう、押しなさいよ、あなた。赤いランプ、あ、出た出た。ちょっと時差あるね。めっちゃ出たよ。
すいません。これ自分ら食べてる姿ちょっとカメラ撮ってもいいです？はい、いいです。さんのメニューとは違うけど。全然違いますよね。あ、海鮮じゃないってことですか？海鮮じゃない。いやあ、それでお願いします。じゃあ、もうそれください。はい、僕ミックスぐらいで。ミックスぐらい。めちゃ。ミックスぐらいが一つで。はい。で、向こう、大将、来てました。来てました。帰ってきたところで、なんか、包帯巻いてあってね、右手。今日の朝、やったもんで。左利きですかって言ったら、いや、あの右手なんか、割れたもん。うん。パッて掴んでもうて。パッチンは？え？カキ？気がしました。6針かな。6針縫った。結構なの。魚の血かなと思って。まさか。自分の血？自分の血やって。ある意味ハプニング。今日はええ返しなかった。え、こせちもあのエビフリア。特大エビフリア。特大エビフリア。こミックスの方もっちゃん一人ミックス。反対やねんけど、もっちゃんこれ反対なんですよ。クソ言うたね。ダメクソ俺だ。エビフリア。ご飯よかったらおかわりしてください。はい、ありがとうございます。美味しいわ。これは美味しいよ。絶対でしょ、これ。もう鉄板やん、もうやっぱり。フライもんね。これは、あずきのマスターからの差し入れですか？はい、サービス品で。はい、お礼言うといてください。はい、ありがとうございます。はい、作りたてらしい。作りたてのプリン。どうなの、もっちゃん。うん。ん？ま。うまい。最高っす。うま。うん。作りたてって感じ？うん。違う？違う。いい、好きなんだよね。うま。ということはプリンの違いが分かる男やね。いただきました。卵の味がきついですね。もっちゃんね。プリンね、茶碗蒸し食べてるんじゃないのよ。茶碗蒸しみたいじゃないのよ。プリンなんですよ、それ。すいません、ごちそうさん。ごちそうさん。おきに。反対向いて言ってるから。満杯になったね。最後のサービスでもうた濃厚なプリンが。プリンって作りたてっての、うん、美味しいね。ちょっと温かいですね。そうそうそう、ぬる、冷たいのか。プリンってどうしても冷たいイメージしかないから。ホットプリンあれ。あれチャームシ。もっちゃんはもうチャームシや思って食べてたから。なんでもしする。行きまする。いやエビフリア美味しかったです。マリアさん、この辺なんか雰囲気いいね。駅あったんやったっけな。坂やるこれ。い
やーでもこの辺なんか雰囲気いいですよね。良さげですよこれ。いやー涼しいですよねこの辺の山は。というよりもね、これ何？雨？降ってる？スエロ？雨かな？こっちで追ってたんやったかな？こっちか？知らんねんけど、雨降ってきて、ゲリラ？ちゃうの？どういうことよこれ。振ってるよねこれね。ちょっと振ってるよ。またかよ。ちょっと待って待って。こっちで追ってたっけ。追ってた？こっちで。ほんでこれ雨？雨？雨？追ってました。結構な山ちゃうかな。俺もここ初めて通りますね。良さげなんですけどね。うわ、こっちはええやん、これ。めちゃめちゃええとこやがな。なんかちょっと雨降ってきだして。まあまあまあ、これ以上はきつくはならないと思うんですけど。うそや。いや、まあ、アスファルト引いてるって。こっちやな。どうするもっちゃん。地図ではこっちや。自信ある？これ。これ。どうよ。どうよもっちゃん。でも右やで。いやでもこれ。右行ったらやばいよ。これ左行ったら突き当たり。戻る？これやばい。すごいよ。おもろいっちゃおもろいかもわからんけど。これね。どうなってんやろ。どうやったの？もう下行って。もうずっとこれ続くの。こんな道になっていくんかな。これが。車来たら終わりやね。いや車なんか来えへんよ多分。左行くこれ無理な。これちょっとな、どうやろうなこっち行ける。どうやろう。おー面白そうっちゃ面白そうやねんけど、めっちゃ小せちがビビってるんですよ。いやずっとアスファルトちゃうかな。俺はずっとアスファルトやと思うねんけど、いけるんちゃうかな。砂利やったら引き返す感じで誘ってみようかな。いや多分けえへんやろな、みんな嫌がるやろな。どうする。いやずっとこれで、ずっとこの道、この舗装線はずっと続くねんけど、これ走ったらどこでしょ、うん、分岐でこれちょっと行ったら52、26。ああこれアスファルトはずっと続いてそうやったで。行こうかほんな。なんでちょっと半泣きになってる。ちょっと覚悟を決めて、
メラマンは一番後ろを走っとかんとダメやと思うんですよね。なんかある思ってるやろ俺、なんかある思ってるやろ。いやこれね、ずっとアスファルトだと思うんですよ僕は。見るからにちょっと苔苔アスファルトに苔が生えてるっすよ。大丈夫なのかなこれ。怖い怖い怖い。大丈夫なのかなこれ。途中で中途半端に止まるとコセチンがね、多分泣くと思うんですよね。泣き入ると思うんですよ。うわー、これはかなり滑るよこれ。滑るよねこれ。下ね、これ苔がめちゃめちゃ生えてるんですよ。滑りそうなんですよね。いやーでもこれね、なんかあったらそれは引き返せばええけど、もうすでにこれなんかあるような気なんかあったことになってるんですよこれも。これやばいよこれ。これはやばいよこれ。砂利やったらね、即座に帰りますよこんなもん。砂利ならばね。まあ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 、この辺はねまだね、この辺はまだ。うわ、この落ちたらもう終わりやな。小石に泣き入ってんじゃんこれ。これ俺はいけるよ別に。俺はね、おせちんよ。なんか土みたいになってきたやんした。大丈夫なのかなこれ。ああちょっとマシになってきたね。あもう抜けたような感じやね。よかった抜けましたよこれ。でもまだまだ行くと思うんですよね俺。距離的にはね、まだこれ4分の1か3分の1ぐらいちゃうかな。ん？どうしたんや、もっちゃん。もっちゃんが芋引いてどうすんの。もっちゃんが芋引いてどうすんの。こんなとこで。イケイケやな。コセチンがイケイケやね。コセチンが一番やばいのに一番イケイケなんですよ。うちの前はね、こんなとこで止まれないっていうのもあるんですけどね。すごいとこだよな、しかし。え、どうしたの。いやまだまだ。どうした。まだまだよ。ちょっとやばい。うわ、これきついね。これきついよね。うわこれシグマだよ。ちょっと待って。いや、アスファルトはアスファルトなんですよ、一応これ。
あ、ここ越せち無理かな。俺らはね、俺はまだブロック履いてるんですよ。あ、これ、うん、ま、ずっとこんなんが続くと思うんですよ、俺は。ずっとこういう道が続くと思うんですけど、めっちゃ綺麗だな。